はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は第3回 FFRK ライムレポート。はい、ということで皆さん調子はどうですか？ゴールデンウィークもね、楽しんでますか？皆さん配信者に休みはね。はい、ということでね、一応今回もライムレポートやっていきたいなと思います。ミニレポートじゃ足りない内容ちょっとね、話していこうかなと、そんな内容ですね。で、まずですが、ミニレポートの話に行く前に、まあその辺に乗っかってない話でいくと、高難度ダンジョンの話だね。いわゆるエンドコンテンツのお話なんですが、すでに発表されてます。これですね。こっちじゃねえわ、ごめん。こっちだ。はい。5月開催予定のハイスコアチャレンジ一覧ということで、これはハイスコアチャレンジと一緒に、普通のね、正規のクリスタルダンジョンも追加されるので、その流れから言うと、5月の10日、ハイスコアチャレンジ第31回生属性闇属性弱点が開催予定。ということで、こちらクリスタルダンジョン晩鐘の扉生属性のダンジョンですって書いてあるんで、アークだね。アークの闇属性弱点が追加されるよっていうことなので、ちょっと順番がまたいきなり変わってきましたけど、ね。まあ、これに合わせて、まあ、ガチャもね、開催されると思います。で、ほとんどもうこれガチャバレも大体わかってるような感じになるんだけど、今回多分、ラビダンがね、今日追加されたわけですけど、ラビダンのフラグメントに追加されてるキャラがおそらくガチャに入ってきそうだねっていうところ。闇セシルとか、クジャとかレインズとか、その辺が多分ピックアップされそうだなっていう気がするんで、まあ、その辺のね、キャラの新しい武器、狙ってる方がいれば、ちょっとね、待機しててもいいんじゃないかなとも思います。はい。で、あと、5月の24ですね。これ月末ですか。15時より、ハイスコアチャレンジ第32回 FF3 が開催予定ということで、こちらクリスタルダンジョン、古希の強く UQ が追加されます。つまり、極炎、暗闇の雲だね。ついに来ます。まあ、これについての準備も、僕も過去のね、ドリセレだったりとか、あとフェスのね、スタンプ、もらえるスタンプ装備召喚とかで、だいぶ、まあ、FF3 寄りにしてきたかなと思うんですけど、まあ、ここに至るための、それも布石だったということです。はい。で、まだドリセレやってて、僕も一応ドリセレ引く予定なんで、まあ、今回のね、この新しいエンドコンテンツに合わせた引き方していくといいと思います。皆さんもまだね、ドリセル引いていない方は、ここを見てね、まあ何を引こうかどうか考えるっていうのもありだと思う。今回ね、そういえばそう、FF3 で、あれが追加されたんですよね、究極神器で。イングズの究極神器がついに。あれがね、当時、あれ、天命ナイトだっけ？天命ナイトだよね、確か。天命ナイトのガチャに入ってた。もので、僕はそのガチャ一切引かなかったんで、初見攻略生放送をやってるからね、引けなかったんですけど、まあ、引いても別に使わなきゃいいだけの話なんだけど、引かなかったんだよね。強いのは分かってたけど、それがこれですよ。究極神器、ティターンブレード。これが何なのかっていうと、軽減バリア消費時に追撃ってやつで、自身の地属性アビの待機時間一旦短縮、ATB 蓄積時間一回なしにするダメージ軽減バリア一回付与。ということで、簡単に言うと、ダメージを食らうたびに ATB がなくなって、それが5回まで発動するということで、簡単に言うと、ケフカとか、ウーマラとか、みたいなね、ぶっ壊れタイプの必殺技です。ATB5 回なくなるんだから、イカれてるよ、本当に。未だにケフカのシンクロ使っててイカれてんなって思うもんね。それが、イングズの場合、究極神器でできるということなので、当然、おそらく、今回のね、FF3 のクリダンやる上で、イングズが揃ってれば、めちゃめちゃ難易度下がると思うので、皆さんもね、ぜひドリセルで検討してほしいなと思う。で、皆さん、こちら待望でしょう。全ユーザー待望のライムの初見攻略生放送も、おそらく同日、やるかなと思いますので、9時からね、いつも通り。ぜひね、時間が合うって方は遊びに来てください。で、またもちろんアーカイブにも残しておくんで、間に合わなかったって人はぜひアーカイブでも見てほしいなと思う。まあ、多分、天命とかね、そういったものと違って、シリーズダンジョンだからそんなに苦戦しないんじゃないかなとも思ってる。ナメプしてるんだけど、わからないね。これがまたなんか当時の、
実装当時のセーファセフィロスみたいな難易度の可能性もあるし、結構3キャラも揃ってれば結構強いからね、まあ、どうなるかわかんないけど、まあ一応僕は結構今甘く見てる、暗闇の雲に関しては。はい、でそして次の話題行きたいなと思うんですが、今回皆さんもうご存知ですよね、今回星8フラグメントが実装されました。こちらね、で今回 FFRK 開いた時になんかバナーが出てきたと思うんですよ、なんか1000個あげるよみたいなやつ、これみんなびっくりしたよね多分ね、えいきなり1000個もくれるんすかって多分なったと思うんだけど、これもまあ理由があって、何かなって思うと、そうよくよく、あごめん入るとこ間違えた、いや入るとこ間違えたんですけど、よくよく見るとこれラビリンスダンジョンのドロップ報酬に入ってないんですよ、これ今回のシーズン14からの新しく変わったところ、これはねビビる、マジビビです。これドロップ報酬見るとね、星7フラグメントしか入ってないんですよ、これ星8が入ってねーっていう。でその代わり基本報酬の方に入ってる、ほら星8フラグメントが300個ずつ、しかもここだけじゃなくてこっちの難易度、他の難易度のところにも入ってるんですよ、基本報酬で150個ずつ。うわー、だからこっちもちゃんともちろんやんなきゃいけないし、そうドロップしないから使える数に限りがあるってことね。であとこれと同時に英雄専用フラグメント3も実装されてるから、こっちは普通にドロップするからね、どっちにしてもここは周回しないといけないのは変わんないんだけど、星8フラグメントが有限になったので、なんでこの仕様の変更したのか謎なんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、あのしっかりね使うべきキャラクターの優先度は決めていかないとならないっていうところです、まあ、例えばセシルで見ると追加されたねレコードボードのマスっていう意味でもちょっと一緒に見ていこうと思うんですが、追加されたのがねここの部分なんだな、これほらここ今までここ2段だったのが3段目が追加されています。ここがクリスタルダンジョンのね今まで通りダメージアップ系なんですけど、セシルの場合だと 2% ずつだね、これキャラが違うとね、誰だっけな、誰か 5% アップだったんだよね、ここの部分が。うん、まあ、キャラごとの若干の違いはあるものの、基本的にはこんな感じで今までと変わらず、まあ、クリスタルダンジョンの威力が上がると。であと新たに追加されたのはここの枠だね、右上に HP1000 とあと攻撃アップ50が追加されました。であとここのマギアポイントももう一つ追加されたね、400さらに増えました。はい、であともう最後これ弱点ダメージ 6% アップが追加されたんですよね。これ結構でかいと思うので、だからまあ有限とは言ったんだけど、かなり慎重に使った方がいいね、とりあえず当面はね。なんか他の例えばログインボーナスとか、それからイベントの報酬とかにも入ってくるかもしんないけど、全部が全部ね全キャラ使ってたら全然足らなくなっちゃうと思うので、やっぱ使うべき優先度はもちろん自分が今使ってるメインアタッカー優先度で言えば一番火力に貢献してくれる、まあ、いわゆる DPS かなって思ってるんで、ダメージディーラーですか、別の言い方すれば。そう、そういったキャラの火力を上げていくのがいいのかなって。だから闇セシルは全然 OK、 これ闇セシルなんかはもう最優先で弱点ダメージ解放すべきだと思うし、あとこの辺ね、この辺のクリスタルダンジョンの晩鐘のやつとかね、この辺は全然使っちゃってもいいと思うんですが、他のキャラはちょっと考えてね、例えば雷神とか雷神っていう名前出したことにあんま深い意味はないけど、雷神とかさ、あと誰だろうな、まあサブアタッカーはだね、サブアタッカーは優先度低めになるから、どちらかっていうとセフィロスとかクラウドとか闇セシルとか聖セシルとか、そういうね、まああとさっきも言ったイングズとかね、ウーマロとかケフカとか、そういうキャラは全然解放していいと思うけど、まあ本当に隣でなんか ほとんどチェインとデバフだけ仕事してるみたいなキャラの優先度は低いと思っていいでしょう。はい、であとこれアタッカーの、解放されるマスなんだけど、別のキャラ、例えば、ヒーラーだね、今回イリスが追加されてるんで、ヒーラーの例で見ると
まあ、大体同じ感じなんだけど、今まで通りこのね、アタッカーにあったこのクリスタルダンジョンのマスはないです。で、HP が1000上がるの一勝。で、ここ精神が50上がりますね。アタッカーの場合だとここが、攻撃力でしたけど、で、これ魔法アタッカーだと多分ここが魔力になるんでしょうね。で、マギアポイント400も同じ。で、ここの枠が白魔法の回復量 6% アップ追加になってるね。まあ、妥当かなと思うんだけど。これ、1個前のやつが英雄戦闇の回復量 6% アップだったからね。だからこれとこれを組み合わせるだけで、なんとね、回復量 12% アップだから、すごいよね。さすがに 12% アップになったら全然バカにならないですよ。はい。で、あとここにはないんだけど、バッファーね、今までの例からいくと多分待機時間短縮になると思う、ここの部分が。多分待機時間短縮 4% かなって思ってる。まあそこだからバッファー、例えばケットシートがそんなに劇的な変化はないと思うけど、まあ、使う頻度で言えばかなり高いからね、ケットシートとか、モグとか、クイナとかその他ね、多いと思うんで、まあ来た時にあげようっていう感じはありますかね。はい。で、まあこれパッと見なんだけど、まあ中にはね、人によってはそのレコードボードはたかが 6% かよみたいな、たかが 2% かよみたいな思う方も、まあいるかなって思うんだけど、これ皆さんよくよく考えてほしいと思うんだよね。これ、チリツモなんですよね。今までのこのレコードボード最初からの分を組み合わせてあげると、約 50% くらい上がるからね。レコボだけで。威力が。って考えると、全然バカにできない数値だし、で、特に一番でかいの、まあダメージももちろんそうなんだけど、HP の差も相当でかいと思ってて、これレコードボード解放するだけでも5000とか、5000以上か、変わってくるからね。やっぱ HP12000 と19000の差って相当でかいからね。攻撃一発食らって耐えられるかどうかの差になってくるから。ってことは、例えば一旦なんか攻撃回復するタイミング間違えたよって言っても、間に合うんですよね、回復が。これがレコードボード回復して、解放してなかったら間に合わないわけですから。しかも最近なんかね、特に高難度、難易度、ね、700超えてくるようなところになってくると、一撃で1万3000とかね、食らったりとかしたりしますので、そう、とてもとてもレコードボード解放しないとね、やっていけない環境になってきたんで、俺はもうね、課金とか無課金とか関係なく、全ユーザーに等しく与えられた、誰でもできる強化方法なんで、ただゲームプレイしてるだけで、一切ガチャとかしなくても強化できる素晴らしい手段なので、全ユーザーとにかく勝てないと嘆く前にレコードボード解放しようぜ。ライムと約束だ。はい、この動画で一番言いたかったことを今言えたね。よし、これが言いたかった。はい、あともう一つは、あとミニレポートちょっと見ていこうか。どこから飛ぶんだっけ。あ、これか。別画面に遷移します。はい、やってきました。こんにちは、ライムです。ということで今回ね、ミニレポートちょっと見ていきましょう。まず開催イベントですが、こちら未来のすでに始まってますね。で、移ろいし筆致拒絶レイブス、これが5月の1日、明日からだね。明日から開催予定です。それからラビリンスダンジョンシーズン14、これさっき言ったやつだね。これもう始まってます。で、今回のラインナップがノクティス、グラディオ、イリス、アラネア、コル、アーデン、レイブス、闇セシル、シャドウ、サイファー、クジャ、レインズ、ナバートっていうことになってて、まあさっき言った通り15のキャラプラス闇属性キャラになってるから、おそらくこの闇属性キャラの中からピックアップされたガチャが出てくると思われるので、まあ、この辺のキャラちょっと狙ってんだよねっていう人は石の温存しておいた方がいいかもしれないね。アークと一緒に多分出てくると思うんで。はい、でガチャに関しては昨日ね、解説動画もアップしましたので、まだ見てない方はそちらもという感じです。あとレコードボードについては、まあ先ほど話した通りだね。これはもう期間限定じゃない、有限なのでね、数に限りがあるものなので、使い道はしっかり考えて開放するようにしましょう。はい、それからハイスコアチャレンジ、まあこれもさっき、あ、ここに出てたのか。これもさっき言った内容だね。うん、アークの闇属性弱点と極炎暗闇の雲が来るよ、ライムが生放送するよってことです。あと装備召喚開催情報、5月の2日よりゴールデンウィークスペシャル装備召喚が開催予定。こちらがですね、
5月の2日から5月の12日までの10日間か、D 角付き装備が2個確定の33連ガチャ、ミスリル50個または2910分で実行可能の装備召喚、シリーズに分かれて英雄たちの装備がピックアップされた3つの装備召喚が開催され各2回限定で実行可能ですということになっております。これについてはちょっと、今週かな、今週のこの当日にとって、まあ、早ければ金曜か土曜ぐらいにちょっと友達とね、この間言ってた新規勢の友達とこのガチャやろうかなと思ってるんで、このゴールデンウィークスペシャル装備召喚の良さを語りつつ、その人その子が、ガチャして出した必殺技についての解説も隣で実況するっていう新しい新感覚のリアル解説実況新規勢スパルタ解説実況しようと思ってるんでね、あのご興味ある方はよろしくお願いします。まあちょっとね、新たな企画になると思うので、はい、一応そんな感じかなと思ってますね。本当内容ないなこのミニレポート。はい、ということで、今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録等もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。